はい、今日は一人で撮るんですけれども、嫁がね、今から買い物に行くようなんで、私ね、撮ってくださいっていうことを言われたので、たま、一人で撮っています。で、何のテーマか、今日はちょっと違う感じで、オルマドゥヤオフネカダルゾオルムシュヤ。たま、嫁に頼まれたので、今日はね、違った形に、動画撮っていくことになりました。今なんか飛びましたね。結婚したので、国際結婚した日本人男性として、どうなのかっていう話をしていこうかなと思うんですけど、僕ね、まだ2019年に結婚したので、4年も経ってないんですね。3年半ぐらい経ったのかな。で、前は独身で、一人でね、生活してたので、やりたいようにね、やってたんですよね、好きなように。だから友達とその遊びに行くのも本当に自由だったし、回数は減りましたね。僕はね、その一人で何でもそのトイレ掃除とかお部屋の掃除とか、あとは洗濯物とかをね、自分でやるんですけど、嫁のそのペースもあるし、で、僕のペースもある。僕は結構もうこまめに洗いたいんですけど、嫁は何回かにこう分けて洗濯するんですよ。例えば、中に着てるシャツとか、あとは下着類は一緒に洗う。で、外で着たようなものはまた別で洗う。なんかそのジャンバーとか、上着とか、外で着たものを、ズボンとかですね。そういうのはまた別で洗う。で、僕はね、もう靴下もパンツもズボンも一気にこうまとめて洗うんですけど、言い合いにはならないですけど、僕もちょっと我が強いので、自分でこう、自分のやり方でやりたいっていうのがあるんですけど、そこはね、あんまり我を通すといけないのでね、ね、セリンのやりたいように、選択してるかなっていう感じですね。で、うちはなんか結構いろんな YouTuber の人たち見てると、役割分担とか決まってるみたいなんですけど、うち別に役割分担とかないんですよね。だからその時間が空いてたらっていうか、僕も仕事帰りにこの買い物するときあるし、基本週末は僕がこう食事を作る、魚が好きなんでね、お寿司とか、魚料理とか、オーブンで焼いたりとか、あとは朝食準備したりとか、セリンがその弁当を作ってくれてて、で、あとサンドイッチですね。会社にいた時に食べるサンドイッチ作ってくれてたりして。で、だからこれをしているから、じゃあ自分はそうなんかしないといけないとか、これあなたやってねとかっていうふうに、そういう話し合いになったこと今までないんですよね。僕が何でもやりたい感じだから、基本ね、仕事行く時にゴミ捨てるし、どっか買い物に行く時にもすぐにゴミ捨てたりとかするし、洗濯物もね、溜まってるとすぐに洗おうかなっていうふうになるんですけど、やめてっていうふうに。言われますね。あとね、その責任が増えたっていうのが強いですね。前はね、一人だったんで、どうでもいいって言ったら変ですけど、あんまり先のこと考えてなかったんですね。死ぬまで働ければ働いたらいいみたいな風に考えてたんで。ただそういう部分で、もし自分に何かあった時に嫁さんがやっぱり一人になるなとか、その嫁のこともやっぱりその考えるように、当然なんですけど、それも考えるようになったっていうところは、結婚してその変わったところからはなって思うし、寒い時にその温めてくれるヒーターなんですけど、で、それのね、修理に人が来るんですけど、変な人っていう場合もあるんで、嫁が一人でね、家のね、いたら危ないんで、自分が家にいる時に来てもらうようにしてるし、修理屋さんが直してたりとかしてたら、そこでね、なんか見てたりとか。あとは最近はそんなことないんですけど、やっぱ女性の買うものと男性の買うものって違うと思うんですけど、そこがね、最初分からなかったので、こんなの別にいらないじゃないかっていうふうに、自己中心なんですけど、そういうふうに思うのがよくあって、これ必要なのっていうのはすごいあったんですけど、最初。けどね、僕の必要なものとその彼女の必要なものって多分絶対違うんで、当然のことなんですけど。あと国際結婚で、よく言われるのが、文化の違いとか習慣の違いとか、ね、食べ物が違うからとかって言われるんですけど、そういうこと全く考えたことないんでしょ。自分もね、ここで暮らしてるのが長いから、ここにこう住み慣れてしまったっていうのもあると思うんですけど、だからその文化の違いとか価値観の違いで、なんかダメになるとかっていうのじゃなくて、人と人ですからね、性格の違いとかもあるし、国際結婚がどうとか、違う国に暮らしてるから関係が悪くなるっていうことより、お互いのね、
その性格の問題なのかなっていうふうに、僕はまあ思っています。時間が経てば、最初の頃は本当くだらないことでね、言い合いしてたんですけども、最近はね、本当に少なくなってきました。本当にね、少なくなってきて、まあそれでもね、イライラっとする時もあるんですけども、それはまあ向こうもそうだと思うんですけど、お互いにね、干渉しないのが一番いいかなっていうふうにね、思ってます。嫁にね、嫁はいつもこういうふうになんか動画撮ろうとかね、こうしようとかっていうふうに、うん、やっぱこういうのはね、女性の方がすごいなって思うんですけど、まあ自分もね、あんまりこうやって日本語で話す機会がないんで、まあ最終的にまとめると、まあどこも一緒かなっていうふうに思ってます。まあこれ自分がなんか今話してることを特別なことでなく、他のね、こっちに住んでるトルコ人の夫婦とか、あと結婚してる人とかと話しても、同じことをやっぱみんな経験してるんで、だから国際結婚がどうとかっていうことじゃないなっていうふうに思いました。まあ今日はこんな感じでね、頼まれた動画だったので、撮ってみました。なんかこんな感じの動画撮ってほしいとかっていうのをもしあれば、コメントとかいただけると嬉しいです。では、こんな感じでまた。